キャラクターボーカルシリーズ、初音ミク初音ミクのメディア展開、初音ミクのメディア展開では、クリプトンフューチャーメディアから発売されている音声、合成ソフト、初音ミクのメディアミックス及びその展開について記述する。2007年8月に音楽制作用のソフトとして発売された、初音ミクではあるが、次第に人気を集めると、発売元のクリプトンフューチャーメディアには、 関連商品の商品化の企画が多数寄せられるようになった。後にヒット商品となるグッドスマイルカンパニーのキャラクターフィギュア、ネンドロイド、初ネミクやセガのゲームソフト、初ネミク、プロジェクト D- については発売翌月の2007年9月にはすでに企画が持ち込まれていた。同時期にはアニメ化の企画も持ちかけられ2億円を提示されたというが これはクリプトン側の方向性とは異なるため成立しなかった。ユーザーによる創作物それぞれにユーザーごとのイメージする初音ミクが存在しているという状況を踏まえ、クリプトンは公式アニメや公式コミックの制作については初音ミクのイメージを収束させてしまう懸念から否定している。商用利用についてはクリエイターの創作の場として調整するようにしており、 自社のポリシーにそぐわない場合は商品化を断っているという。ゲームソフト、初音ミク、プロジェクト D- では、初音ミクユーザーの作った楽曲だけでなくコスチュームの工房を行ったり、初音ミクの派生キャラクターを登場させる、要要請するといったように、関連商品へネットでの流行の取り入れを求めることも行われている。なお、 初音ミクでは音楽を作成するソフトとしての使用については製品パッケージにおいて商用利用も含めて許諾されているためキャラクター画像やキャラクター名を含まない歌声のみでの商用利用については基本的には改めてクリプトンの許諾を受ける必要はない多くのユーザーが動画サイト上で初音ミクを用いた作品を発表するといった流行の形は それまでの音楽業界の常識からは外れる部分が大きかった。音楽業界関係者からはプロデューサーと音楽事務所が仕掛けた仮想アイドルプロジェクトだといった誤解をされることも多かったという。従来の音楽業界とは異なる環境から生まれた人気作品については商品化の際に作詞作曲者の持つ楽曲の権利についても従来とは 異なる権利処理が求められることになった。ユーザーコミュニティでは、楽曲の商品化に伴って著作権を日本音楽著作権協会の管理に委ねることに対し、他のユーザーが歌ったり PV をつけたりといった二次利用が難しくなる事態や、著作権及びや権利に対する懸念がされた風土から、特に流行初期は一部に批判が見られた。 2008年にはニコニコ動画がジャスラックとの間で管理楽曲の利用についての包括契約を結びニコニコ動画内での二次利用についてはジャスラックへ信託されても支障なくなったもののブログや動画外での利用といった問題が依然残されており人気楽曲のカラオケ配信やメジャーレベルによる CD の発売の際にも関係各社は著作権の信託を伴わない形で 商品化を進めていった。しかし、商品化が進んでいく中、カラオケについては、カラオケ店からの利用料の徴収が、事業規模の大きいジャスラック以外にはできないために、曲が盛んに歌われても作詞作曲者が著作権収入を得られないという問題が生じた。2010年7月にクリプトンが行った、初音ミクなどのボーカロイドを使った楽曲を、 発表している作家へのアンケートでは、回答者の過半から、自らが自由に楽曲を利用できる形で、カラオケなどの楽曲の商用利用によって発生する、著作権使用料を得られるようにしたいとの回答を得ていた。ジャスラックでは、理事長自らがニコニコ動画のインターネット放送に出演して、著作権の仕組みについての説明を行った。次第に、 権利信託の必要性を認める機運も生まれ、そうした流れに対応する形で、2010年末にクリプトンや通信カラオケオーデエクシングの子会社、エクシングミュージックエンターテインメント、ニコニコ動画運営元の関連会社のドワンゴ、ミュージックエンターテインメントが楽曲の用途を限定して、信託を請け負う音楽出版事業を始めた。音楽出版社を通して、 曲の権利を信託する場合は、曲ごと、私文権ごとに信託する範囲を調整することができる。ため、これらの業者の音楽出版事業では、インターネットでの利用に関わる、私文権のインタラクティブ配信を信託しないようにできるなどの配慮が行われている。クリプトンについては、インタラクティブ配信をジャスラックではなくジャパンライツクリアランスに委託し、 営利目的利用に限定して著作権使用料を徴収するという独自の仕組みを取り入れている。こうして作詞作曲者の権利については整備が進められているが一方でキャラクターのイラストや映像と音楽がセットになって流行が広がってきたという状況からイラストや動画を作成する作者への利益配分の仕組みについて課題を残す形となっている。以下は 初音ミクが用いられている音楽 CD の中で CD あるいは収録曲のアーティスト名などの中に初音ミクの名前が明記されているもの。これら以外に初音ミクをボーカルとして使用しているが初音ミクの名前が記されていない CD も存在する。音楽 CD としての発売ではないものとして2008年2月28日発売のゲームソフト 鳥の星、エアリアルプラネットの特典 CD に、フィーチャリング、初音ミク名義のイメージソング4曲が収録されている。また、2010年2月3日にグッドスマイルカンパニーと音楽レーベルムーアによる、冬をテーマとした楽曲の CD と雪の結晶をあしらったネンドロイド、セツミックのセット、ボーカロイドシーズンコレクション、スノーソングスネンドロイドプチ雪。 ミクセットが1万セット限定で発売されている。2019年、北海道の民放5局と NHK 札幌放送局による共同キャンペーン、ワン北海道プロジェクトのキャンペーンソングに参加。私たちの道のメガボルトは YouTube 上に公開されている。以下は、クリプトンフューチャーメディアのレーベル、カレントにより、iTunes ストア、Amazon プサン、 モーラなどから販売されている、初音ミクを用いたコンテンツ。なお、これらの他に、カレント以外により、初音ミクの名前が明記されない形で、iTunes ストアから販売されている楽曲もある。2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年以下の、もの以外にも、初音ミクユーザーによる、クラブイベントや、生ライブといった催しが、 個人主催も含めた数開催されている。初音ミクシンフォーニー2016。幕張メッセにて開催。動員数は3万人。初音ミクを用いて発表された人気楽曲の業務用カラオケでの配信については、まずジョイサウンドにおいて、ミクミクにしてあげるの2007年12月8日からの配信と、恋する VOC ロイドの2007年12月15日のからの配信が決まり、 その後多数の曲が配信されるようになっている。ただし、上記2曲より後に配信された曲については、クリプトンからのキャラクター名仕様の許諾を受けて、歌詞名に、フィーチャリング、初音ミクの表記が付けられるようになったのは2009年からで、ある。また2009年以降でも、初音ミクの表記を付けるかどうかは、作者側が選択する形になっているため、 初音ミクで発表された曲であっても歌手名に初音ミクの名前がない場合もある。カラオケでは特にジョイサウンドではユーザーからの配信のリクエストを受け付けるリアルタイムリクエストの仕組みを通じて多数の曲が配信されており、初音ミクなどのボーカロイドで発表された曲がランキングの上位にも登場。2010年末にはジョイサウンド運営会社エクシングの子会社、 エクシングミュージックエンタテイメント社内に、これらの楽曲の使用量を管理するための音楽出版事業を行う第二事業部を設立している。また、通信カラオケ最大手のダムも、ジョイサウンドを追う形で2010年10月より、ボーカロイド関連楽曲の配信を開始し、2011年には、ピアプロとコラボして、カラオケ機種、ライブ、ダムので使用する。 背景映像の一般募集も行っている。この多,多数の関連書籍が出版されているが、膨大になりすぎて把握しきれていない。とりわけ、ボカロとひとくくりにされているものは、初音ミクに触れていても取りこぼしがちである。特に楽曲の譜面は、初音ミクに限らず、ボーカロイド楽曲としてまとめたものも含め数多く、出版されている。ボカロ P と呼ばれるものによる、 使いこなすテクニックを載せているノウハウ本についても書籍が存在する。m、MM、m d 系の情報も少なくない。他、初音ミクのイラストは様々な作者が手掛けているだけに個人画集でも一部収録している。クリプトン社がノータッチの評論も含めればもっとあるだろう。2016年現在。今週マーハードは、プレイステーションポータブル、Wii、Nintendo DS。 プレイステーション3、ニンテンドー 3DS、プレイステーションビータ、XBOX360、プレイステーション4、プレイステーション VR、スティーム、ニンテンドースウィッチで何らかの形で登場している。2010年12月2日、クリプトンフューチャーメディアとその所在地である札幌市との間で交わされたシティプロモート分野における連携協定では、市の魅力を発信するために、 初音ミクとのコラボレーションを活用していくことを謳っている。しかし初音ミクに特定の地域色が強くなってしまうと、それ以外の地域の人たちとの距離が離れてしまうことが懸念される。そのため、札幌市あるいは北海道とのコラボレーションは、初音ミクからは切り離され、陶器版キャラクターの説ミクとしての側面が担うことになっている。ファミリーマートと、 初音ミクのコラボレーションは2012年の夏に初音ミク発売5周年に合わせ開始された。もともとは2011年の秋にくじの景品の企画として持ち上がったものでちょうど5周年に近かったことからそれに合わせくじ以外の展開も行うことになったという。初音ミク発売5周年記念のコラボレーション企画初音ミクフィーフスアニバーサリーミクラブズファミマキャンペーンは 2012年8月14日から、同年9月10日まで行われ、初ネミ区の派生キャラクターである、ワッチュネミクをモチーフにした、ハチユネミクマンをはじめ、初ネミ区を用いた楽曲、ポッピッポ日にちなんだ野菜ジュースなど、全26種のオリジナル商品が発売された。限定グッズが当たるくじや、店頭での動画の配信、さらに、池袋東池袋成功ビル店では大規模な、 店舗ラッピングも実施されている。5周年企画終了後もファミリーマートは中長期的にコラボレーションを続けていく方針を示しており、2012年冬にくじやかし、CD、グッズなどの販売がを行う、初ネミクウィンターフェアを行うなどコラボレーションを続けている。2013年6月11日には同年11月30日までの期間限定で、 初音ミクのイラストをデザインしたファミマティカードが登場した。なお、ファミリーマートとのコラボレーションの開始は2012年夏となっているが、それ以前の2012年2月にも札幌雪祭りに合わせ、札幌市内のファミリーマート4店舗限定で店舗ラッピングやコラボ商品販売が行われている。初音ミクグッドスマイル BMW スーパー GT の GT300 クラスに 2008年シーズン途中からボンネットや側面に初音ミクの姿が描かれた通車の姿のレーシングカーが出場している。ありがとうございます。